はい、皆さんこんにちは、今日はですね、新俺話じゃなくてね、ゆるトークですね。これ音出ないんでしたけど、ゆるトークをやることになってるんですけどね、実はですね、ずっとなんですけどね、北海道からですね戻った後ね、割と暇を見つけちゃね、あちこちね出かけてですね、かなりいろんな取材したんですね。で、いわゆる文献資料もさることながらね、いろんなですね、情報提供がありまして、それをですね、手がかりにいろんな場所で、例えばですね、公的記録が残ってないかとか、いろんなことをね含めて、回って調べたんですね。で、何について調べたかっていうとですね、KK 母のね出自ですね。こう言ったらあれだけどね、なかなか微妙なんですけどね。で、まあ私その他のこともやってたので、主に金井さんがね分析をやったんですけど、ちょっと全部ね、だから金井さんが分析したことはね、今の段階を僕は掴んでないんですね。で、なんか相当恐ろしいことが分かってきたらしくて、しかもね、ちょっとね、小耳に挟んだんですけど、どうもね、私がいろいろですね、かつていろいろな、まあ政治的な仕事も含めてね、いろいろ関わった地域ですね。ですからかなりその土地の事情とか歴史も知ってるんですけども、そういうところに関わってるということも分かってきたようなので、まあ、細かい話はね、これから皆さんの前で聞きながらね、いろいろちょっとやりとりをしてみようと。これはもうはっきり言って今日出る話っていうのは、古い言葉で言うと本邦未公開っていうかね、どこの雑誌でも書かれてないし、ネットでも書かれてないことじゃないかと。まあ、ちょっと手がかりになることがね、書かれてると思うんだけども、細かく本当に突き詰めて調べたら初めてじゃないかと思うんでね、それはそれで皆さんがどう感じになるかっていうことですよね。私もなんかどこまで突っ込んだ調べをねずっとですね調べてたんで、ちょっとそれを聞いてみたいと思います。ということで金井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日ねこういろいろお話ししようと思ってるんですけれども、うん、ちょっと差別主義者とかね、うんうん、いろいろ糾弾されそうな感じもして、 あとバーンになるとか、いやそれなんとなく僕もね予感してたんだよね、うん、っていうのはね、うん、そもそもねこれ関わった時からかなり去年の段階からね、うん、これはやっぱそういう問題出てくるなっていう気がしてたんだよね、うんうん、でもね出てきても事実に基づけばそれはね、そうならんか、これはもう本当の公的資料に基づいてのものですから、うん、事実なんですよ。だから事実しか言わないです、うんうん、いやだから何を始めたかなと、古いね要するに旧地名と新地名の称号やってたでしょ、役所の資料で。あれをやるときかなりやばい地域が出てくるんだよなとか思ったんだけど。そうなんです、うん、で、まあ、言ってしまえば、うん、KK 母の、うんうん、KK おけよさんのお母さんのことを主に調べたんです、うんうん、まあ、お父さんのことも調べたんですけれども、うんうんうん、すごくねこう気になったのが、うんうん、お母さんの出自だったんです。お母さん、要するにねちょっとこれ確認しておきたいんだけど、今例えば一応 KK 母は実のお父さんと同居されてることになってるよね、横浜のマンションがね。そう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 、で、下の名前 KM さんと言ってるから、でもあれでも名前も公開されてるんだよね、うん、公開されてるけど、うん、お父さんはね、うん、結構なお年なんだけどね、80ぐらいだと思うんだけど、うん、で、その、まあ奥さん、ね、奥様ですね、うん、お母さんね、お母さんね、要するに、うん、まあ亡くなってるんですよ、うんうん、ただまあ最初に言っとくんですけれども、うん、亡くなってるんですけれども、うん、亡くなった死亡時期はまだちょっと未確認です。未確認ね、ここ、うんうん、生年月日とか全部わかってるんですけど、ちなみにですね、うん、ちょっと今日のテーマじゃないんだけど、うん、なんかあれでしょ、KK 母の夫、うん、人とか、うん、もうなんかいろんなデータも分かってきたんでしょ。分かってきましたけど、ついでの話で、うん、まあ親族、うんうん、まだ断片的だけど、断片的ですけれども公的資料に裏付けられた正しいデータっていうのが出てきたんですよ、うんうん、あとこれも聞いてんだけど、
KK 母には実の弟がいるじゃない、一時なんか大騒ぎされて、反社の人じゃないかと、これは反社じゃないっていうのは僕もね、協力者ね、協力してもらって、その誤解されてた人自身にも当たってもらって、これ当たってもらったんで、実際ね、電話してね、違うよと、それこそ反社の親分に電話してもらって確認しちゃったんだけど、その実の弟も分かったのね。うん、分かりました。ただね、やっぱりこう個人情報だよ、ね、弟さんは関係ないですから、ね、必要ない、だから関係ないということが分かるのが一番いいことだなと思ったんで、関係ないですね、全く関係ないよね、まあ関係が出てきたらすぐ発表しますから、なんか一緒になんか企んだとかそんなこともないし、むしろ線を引いてる感じなんでしょ、そういう感じがしますね、だからそこはあえて触れないです。まあそういうことでね、結構ね、かなりね手間を使っていろんなですね、古いですね、この教会、教会領域、僕もね、行政でやったから分かるんだけど、教会領域ってあるんですよ。今、現にこう正面から行くと公開されないけど、迂回してこう確認する方法があるんですね。それをね、すごく手間かけてやったんですよね、行政資料についてはね。はい、ということで、はい、すいません、話を取っちゃって。で、お母様の物語っていうことで、今日は聞いてほしいなと思うんですけれども、まずお母さんっていうのが昭和13年生まれなんです。昭和13年生まれ、昭和13年っていうとね、生年月日まで分かりますけれども、昭和13年とだって、1938年、38年ですね、はい、であるところ の、あの娘さんとして生まれてるんですけれども、私生児なんですよ。私生児、っていうかお父さんの記述がないです。お父さんがいないです。お父さんいない。そこまで分かったんだ。そこまで分かりました。お父さんがいない。出生届にお父さんがいないです。よくあった話なんだよね。この時期だったら。でその後、2年後ですね。多分親戚と思われる人のところに養女になってます。養女ね。で、どこに生まれたかっていうところが大事なんですけれども、地名は言いません、私。バンされたりしたら困るんですよね。でも、ちょっとヒントは言えない。例えば東京だとか。ヒントは言えますよ。東京の三大スラムって言われてるところなんです。三大スラムのどこかは言いますね。いつぐらいに三大スラムって言われたの？これは今でも東京といえば三大スラム、こことこことこが出てくるところなんですけれども、明治から昭和、戦前、一応資料には戦後、終戦までって書いてるところもあるんですけれども、主に戦前ですね。戦前ね。まで東京の貧民窟って言われてるところ、貧民窟っていくつか結構いっぱいあったの、3つあるんです、そのうちの1つ、3つちょっと並べて言える、3つ言える、言えない、3つ、じゃあ大きく分けて、新宿、浜松町、上野ね、のどれか、どれかね、浜松町ってのはなかなかディープなんだよ。貧民窟としては新宿はね、むしろその上に新しいものが建ってっちゃってて、今、少しなんていうかな、ごちゃごちゃ感があるっていうかね、人のつながりがあるんだけど、見てくれは綺麗なんだよね、でもあれなんですよね、上野のあたりは片鱗がある、確かに今でも片鱗がある。上野ってだって広くてさ、範囲がね、上野から浅草、あと墨田区のちょっとかけたと思うけどね、いろんなのあるね。まあ近くにね、有名な花町とか、あと飲み屋街とかあるんですけれども、住所からこう照合してみた感じでは、貧民窟のど真ん中でしたね。ど真ん中ね。ど真ん中。で、そこには、いわゆる童話みたいな人とか、みたいなっていうか、童話の人とか、あと地方から流れてきた人とか、こういろいろ分かりの人だとか、が密集しているところなんですよ。ということは、僕も戦前期のいろんなね、小説とか読むわけね、あるじゃない、東京暮らしのさ、カフェの女給が主人公になってたり、あるいはね、勤め人がいたりさ、あるいは職人がいたりっていう世界の中で言うとですね、どっちかっていうと勤め人なんか全然住んでない地域だね。そう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 。で、その勤め人にもいろいろあって、やっぱりこう社会の最下層で働いてる人たちっているじゃないですか。勤め人じゃないんだよね、それ。要するに親方がいて、あれだよね、そうそうそう、徒弟みたいに好かれる連中だよね。で、多分ね、そういうところに
近くに住んでるっていうことだったり、例えば遊郭に勤めてるんじゃないかとか、その下働きをしているんじゃないかとか、そういう話もよく出てくると思うんですけども、それよりももっと最下層ですね。もっと最下層、もっと最下層、でここまでちょっと言っていいのかな、まあイメージとして感じ取っていただければと思うんですけどね、この辺の方々の主食っていうのが残飯なんですよ。残飯ね、後に闇市で、露店で売ってた闇士官学校とかがあって、そこから出てくる残飯を買い取ってくる業者っていうのがいて、そこが飯屋として残飯を提供してるんですよ。それがこの人たちのね、主食。士官学校っていうと、大体どこのね、どこのね、筋肉か。わかるんですか？歴史がわかる人はわかるよ。士官学校の位置からわかるから。新宿だったらね、富山のね、陸軍大演習場っていうのがあったんだけど、士官学校ったらもうちょっと東寄りの方。そしたら大体特定できるよ。でこの人たちっていうのは普通にね、やっぱりおかずを買ってご飯を作るってことはもちろんできなくて、推定年収、月収が、今のお金で言うと5万円、5万円、だったかどうか、今の、まあ、5万円って聞けば、まあ、それなりにいいと思うんですけれども、この人たちっていうのはお家賃、自分が住んでいるところを借りているところを、日銭で払わなくちゃいけないですよ。それが非常に割高で、5万円じゃ足りなくなるみたいなんですよね。まあだからそういう文化が残ってるから、なんていうか安ホテル街っていうかね、日雇いの人たちが住むところがね、南千住まで広がってるわけだよね。でいわゆる昔の言葉で言うと、キチン宿。樹木の木って書いて、賃金の賃、賃って書いてね、その言葉って、変な話だけど、僕の本当の本家って、その三大スラムのうちの、一角にあったのよ。そこのはっきり言うけど、いや、やっぱ篠原そうだって言われるけど、そこの親分だったわけだ、うちははっきり言うと。バクトじゃないけど、その辺を仕切ってる親分だったわけ。で、お墓はだから、前一緒にお墓参り行ってもらった時、本家の墓僕がお参りしたあれがそうなのよ。あれは本家が、要するに、関東大震災の時にあっち移ってきて、お墓一緒に移ったんだけど、あれがですね、その、貧民窟の、いくつか親分がいたんだけど、そのうちの親分の一つ、なんだよね。で、だから、よく知ってるわけ、はっきり言うと。その辺は、でね、後にこのおばあちゃんね、お母さんがの孫が皇室に入るんですよ、結局。いや結局そうだよね。そう、ここで生まれて、そう、孫だよね、にいたおばあちゃんの孫が高等にね、高等府に名を残したよね。それが KK 息子ですけどね、これってすごいなって、すごいことだよね、思って、早く皆さんに報告したいと思ってたんです。いやなんかさ、すごく皆さんね、花井さんが興奮しててね、もうなんかいろんなことが手につかなくてね、大変だって。ずっと僕はね、だからいろんなことをしながら一緒にこう運転してね、はっきり公的な資料のある場所を回っていたんですね、関東中ね。これはっきり言って、そういうところに移ってきた人って、よそから来てる人が多いんですよ。だから、それも辿んなきゃならないんだよね。結局ね、他県に行かなきゃならなかったりしたんですけどね。そこまで分かったんだね。ドラマにできるぐらいじゃないですか。でね、だから、うちの篠原のうちって、そこから始まって、うち分家で一時横浜に移って、で戦後長くね、やっぱりね、横浜の貧民窟でまた人を使いながらいろんなことやったのね。でもう閉めちゃったけど、僕の親戚は産業廃棄物の回収業者ってのが、その前はそれこそ あえて言いますけど、鉄くずとか紙くずとか集める業者だったわけよ。でここもそういうのは多いはずなんだ。それね、資料を用意したんですけどね、この辺の地域にいた人たちの職業のこれ資料、ちょっと私、難しい字が多くてね、読めないのが結構あって、古いから。あ、これあれね、どんどん出てくるんですね。昔のよく出てたあれでしょう。そう、あ、
この本読んだことあるよ。東京の仮想社会。そう。ちくま学べ言語。これ、あの、図書館で読んだことある。木田純一郎さんっていう人の本で、うん、私、この本が大好きだったんですよ、うん。これ、あれだね。あの、あ、本当だ。昔懐かしい、あの、職業が出てるよ、これ。これ、まさにこういう、あのね、こういうのをかけてるうちがまだあるけどね。これね、ちょっと職業ね。あの、これ、古い言葉だね。ちょうど、あれだね。今言ってる、当該地域のことを書いてるね、これ。当該地域のことだよ、これ。でね、読んでみるとね、これら、可憐なるって、かわいそうって意味だよ。可憐ってみんな今ね、いやー、可憐だなっていう意味違うんだよ。同じなんだけど、今ね、昔の可憐ってね、ちょっとかわいそうだな。憐憫な情を、感じるなって。憐憫ってかわいそうすぎる、これ悲惨だって意味なんだけどね。可憐なる貧民といえども、各手職のあるもの、手に職があるものにて、古事記と世は風物。ひどいね、これね。これ皆さん、昔のあの本なんで、これ堪忍してほしいんだよね。古事記と世は風物。排出。これもやべえんだよな。これ字にしたら絶対ダメだな。それから、老衰、幼弱の男女に限るなり。これが、いわゆる、物をくださいって言ってる人たちの範囲。それで、職業の種類間といえば、どんな人たちが住んでるかだね。勤めんじゃなくてね。ざっと読むと、あんま、花尾職、串職、タバコ行商、紙くず買い、火あぶり、三味線引き、米よりくず拾い、ガラスくず買い、左官、人力引き、人力車引きだね、これ。僧侶、井戸掘り及び井戸綱職、傘直し、鎮仕事、鴨地職、屋根屋、用事削り、用事作ってんだね。七色節、七色節ってね、これね、聞いたことある。歌を歌うんですよ。自分、あ、鎮堂屋ね。七色の声。ちゃん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 ってやりながらね、うん、声出す人。だから、鎮堂屋のことだと思うね。七色節、ラオスゲ替え、ラオスゲってラオってね、これ知らないでしょ。私の親戚のおばあちゃんが、キセルを吸ってたんで、それで覚えた。キセルのあの、繋いでる部分、ラオって言うんだよ。ラオスゲ替え、川食。川食あるね。あそこいっぱいある、今もある。これがあるんですよ。川食が間違いなく、ドアなんで。で、いいのよ。ささら売り。だって、この組合の人たち、僕、仲良かったもん。ささら売り、タバコ茎買い、このタバコ茎ってのはね、ちょっと違う。タバコじゃないね、本当は。これ、殺虫、緊張るの材料。で、イカ食、レンガ食、塗り物紙、瓦食、岩老物紙。これはちっちゃなね、紙芝居をやりながら、ちょっとした小物のおもちゃを売ったら雨降りするのはね、これ。あと、菓子食、すり物紙、パン売り、人相見、これあれだね、人相ってそうだね。タバコ切り、むきみ売り、マッチ食、体るがい、植木食、すごいね、竿だけがあるよ、竿だけ売り、おけ食、畳み刺し、綿打ち、灰貝、青物貝、女髪結い、竹細工師、芋章、飛び人足、魚章、つけ木職、飴売り、木片売り、粉引き、和げ物師、和げ物師ってあれだよ、ほら、せいろ、ああいうの作る人。それから洗濯師、吹き豆売り、蒸し売り、蒸し売りってあれだよね、コオロギ売る人ね、ほおずき売り、大工、下駄の拝礼などにて、というね、こういうのが貧民窟に住んでるんで、ちょうど住所から変換すると、うんうん、そこのど真ん中だったんです。そうですね。で、こういうのを、で、こういうのが明治からね。そう、明治から、まあ一応終戦。明治から終戦。まあ戦前かな、うん。終戦って書いてあるのもあるけど、うん、もう戦前というふうにしてるところもありますね。まあ、昭和13年ですから、うん、末期かもしれないですけれども。うんうん、末期っていうか、でもね、多分これまたね、戦後、終戦後すぐのね、闇市で復興しちゃうんですよ、これ。あうん、で、そういう人たちまだね、うん、一部残ってて、うん、川なめし屋とか、あとちょっとした差し物屋、うん、あと、いわゆる花街が近いので、あれなんだよね、かつら屋さんとか。あ髪うん、こういうのもみんなね、髪結いがかつら屋なんだよね、芸者のね。こういうのは続いてるんだ。そこで生まれたわけだ。そこがルーツなんだ。うん、そこ。防空防庁、うん、でもここって変な話だけど、うん、みんなねだから流れ物が多いわけよ、うん、